市民の皆さん、こんばんは。紹介していただきました社民党副党首、参議院議員福島みずほです。安倍総理は加計学園、そして森友学園、とりわけ森友学園でこう言いました。私か妻が土地の払い下げに関与していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関与は明らかになりました。だったら総理大臣も国会議員も辞めてもらおうではありませんか。皆さん、先ほど話が夏目弁護士からありました。国会ではホワイトカラーエクセンション継続審議中です。また解雇の金銭解決、あるいは労働基準監督署で民間委託をしたらどうかなどという記事が出る始末です。働き方改革なんて嘘っぱちではないでしょうか。月繁忙期には100時間まで働かせることができる、これがなんて改革なんでしょうか。こんなデタラメを私たちは許してはなりません。そして共謀罪、話し合っただけで犯罪になる準備行為、あまりに早く犯罪が成立します。まだ何も起きてないんですよ。誰も被害に遭ってないんですよ。ですから共謀罪が仮に成立すれば、自白の強要と監視社会、共謀の段階で、共謀以前の段階で監視をしていく、そんな自由のない社会になることは明らかではないでしょうか。先ほども話にありました、イギリスで労働組合を弾圧するたびにコンスピラシー、共謀罪が使われました。皆さん、沖縄では山城宏さん、威力業妨害罪で1月に、辺野古のゲート前にブロックを積んだことで11月に逮捕拘留、12月に起訴になりました。ブロック積もう、座り込みをしよう、下見をしただけで組織的威力業妨害罪が将来成立する可能性があります。組合がチラシを窓や壁に貼ったことが建造物損壊罪で有罪になったケースがあります。働く仲間の皆さん、労働者の皆さん、組織的威力業妨害罪、組織的強要罪、組織的逮捕監禁罪、建造物損壊罪、これらが労働組合の弾圧のために共謀罪として使われる可能性があるのではないでしょうか。こんなの本当にごめんです。皆さん、安倍総理は5月3日憲法9条を2020年までに変えて施行すると言いました。とんでもありません。9条3項集団的自衛権が入ってますよ。自衛権、自衛隊の中に、安倍総理、戦争法の中に集団的自衛権の行使を入れています。戦争しない国から戦争する国へ9条3項を入れたら、9条1項2項の根本的な破壊ではないでしょうか。憲法のわからない総理大臣はいりません。民主主義がわからない総理大臣はいりません。共謀罪と安倍内閣の一日も早い打倒と葬り去ることを、まさに労働運動と市民運動の共謀で戦争のできる国、そして憲法改悪、共謀罪、働く者を弾圧する、働く人たちを本当に痛めつける労働法制の規制緩和と改悪を阻止するために共謀をしていきましょう。共闘をしていきましょう。声を上げていきましょう。私たちこそ未来を作る、そのことに野党共闘と市民との共闘で頑張るぞ。そのことを申し上げ、どんなことがあっても共謀罪を止めるぞ。そのことを確認し頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。どうもありがとうございました。
各党の皆さんから力強い連帯の挨拶をいただきました。